はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はねちょっと短い動画になります。ジランツリスモ7なんだけれども、やっぱりね、最大の欠点ね、もう完全失格、その理由ね、まあ、カフェが評判がすごい悪いよね。で今回はそのシステム的な問題ではなくて、そのレースゲームとして、もうこのシリーズって完全にダメなんだよ。スタートラインに立つことができないゲームなんだね、ジランツリスモって。でおじいが全ての動画で言ってたことが、実は昨日かな、ちょっとねちらりとたまたま通りかかってね、見た動画があって、で、まあ、そこのところでね、あ、おじいが言ってたことをやっぱり間違いなかったと思って、まあ、その内容今日の今朝の動画でもちょろって言ったんだけども、おーね、俺のフェラーリをじゃあ実際に同じ車でリアルを貸してよっていうね、あ、おじいの頭の妄想の中の話よ、これ現実の話じゃないよ、妄想の中でね、俺をフェラーリに自殺してみるとドーンって、おーおおお、俺のフェラーリ、俺のフェラーリ、あ、どうしたんだ、ちょっと違う、そうだね、お前はもっといけるはずだ、無理だか、ああ、ダメだった、もう一回行ってみようってね、本当、そんなね、おじいの頭の中で妄想のチャンネルがあって、で、画面をね、上下に分けて、で、その実車とジランツリスモと同じコースを、同じ車で、同じようにこう走ってっていうね、そこのところをこう重ねて作ってくれた動画が、おじいの頭の妄想の中にあるわけね、これはね、夢で見た妄想ね、これね。で、その、俺のフェラーリっていうね、その、俺のフェラーリがね、あるわけなんだけれども。で実際のね走行したタイムと、まあ、似たのが出るのは、まあ、めでたいことなんだよそれね。でやっぱり同じように走ってる動画でね、こうやって編集してね、こうやって上下で同じところを同じように走ってるシーンで、やっぱり決定的に違うのはスピード感ね。リアルのスピードの 2.5分の1ぐらいかな。これはもう誰でも見ることができたね。これがねやっぱ違和感で、実は、これまたおじいの頭の中の妄想なんだけど、ライブでね、コンピューターの声でね、女の声っぽいような声でね、なんかいろいろチャレンジしてたんだね。まあ、神様もなんかその妄想の神様もね、俺のフェラーリってなんかいたような気もするんだけども、でやっぱりこうどうやって上達していくのかなって、まあ、見てたんだけれども、やっぱりその金を取るのにね、でなんかわけのわかんないひげもじゃらのやつが出てきて、なんかアドバイスとかあってもペンペンペンってこう飛ばしてね、いや、つまりここでブレーキを踏むんだとか出てきたら、もうね、ペペペペンってね、まあ、そんなこと言ったってみたいなね、そんな感じでね、実際にアドバイスなんか、クソの役にも立っちゃいないっていうね、やっぱりどうやってクリアしていくかというと、何度も何度も調整して、あれ、もっとこっからブレーキかなみたいな。だからおじいがアシスト全オフでねやって曲がれねえ、じゃあこの辺かなってこうタイミングつかめながらこうやってるのと同じで、やっぱり結局のところどのタイミングなのかなっていうのを探しながら調整して、あ、曲がれたってクリアしていくっていうね、そういうパターンだから、やっぱ基本ここだよねっていう。でそのメーター見なきゃ、メーター見なきゃっていうね、やっぱそこなんだよ。やっぱり実際のスピードの 2.5 分の1ぐらいのスピード感しかないから、だから結局メーター見なきゃなんだけど、メーター見てるとこっちが分かんないし、あーってなっちゃうし、だからここのところが難しいところなんだよ。で他のゲームっていうのはそのここにある
数字とシンクロしようがシンクロしてまいが走ってるっていう感じがするんで、だからあどれぐらいまでブレーキ落とさないと曲がれないかなとか、あ何色にした方がいいかなっていうのは瞬間的にもうコーナーが来る手前でもうだいぶ手前で近づいてきながらもうその判断ができるんだよ、いろんなものって。でジランツの場合はメーター見なきゃね、これでいけるのかないけないのかなってことをメーター見ながら、あどこどこまで落としてやんないとっていう、だからやっぱり数字を見ながらやるゲームなんで、うん、今までおじいもシャッティ言ってたんだけども、実際に頭の中であの ライブ配信でね、やっててクリアしていくやつを見ていたらやっぱりそういうコメントが、コメントというかセリフが出てきた、妄想の中でほら見ろ結局やっぱメーターじゃないかって、ここ見ないとここに合わせながらやらないとっていうね、だから結局そうなんだよ。でやっぱりね、なんでそうなのかっていうと、その妄想の中のね、リアルとジュランツがあった場合のやっぱりこの左側を見てくると分かるんだよね。実写の方はもうあの白赤白赤白赤とか、あとフェンスがね、こう網棒があって網があって棒があって網があって棒があって網があってってね、まああのまあ似たように作ってるけどもね、あのテクスチャー楽なようにまあちょっといい加減に作ってるんだけども、それでもやっぱそれの流れ方とか、あの白赤ってあの遠赤がね交互にバラ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 ってこういくやつ、これがだって遅いんだもん。本当よくねピュンってそんなに遅きゃ蚊が止まるぞって言うけど、蚊が止まれるぐらい遅いんだもん。だって100キロとか200キロ出してるあれじゃないもん、全然遅いんだよ。で子供のためにその方が見やすいからそうしてるんだって誰か言ってたんだよ、覚えてるでしょコメントで、子供のためにで、あとその方が酔わないっつって、でだからそうしてるんだジュランツはってね。でもそんなことしてるゲームってあまりないんだよね。だからそのいるかいないかわからない一部の子供のためにスピード感を出さないようにわざとそうやって作ってるんだっていうね、それはいかがなものかなって思うんだよ。なのでやっぱりおじいが言ってたことを決定づけてくれた動画だなと思って、で実際にはこの真ん中のとこ、真ん中のとこっていうかこういろんなものがね、あのアーチの下くぐったりとかね、何か障害物が消えるっていうそこら辺のところの進行してる状態はね、あそこは変わらないんだけれども、やっぱりこの走ってるって感じはこの横がバババババババってこう行ってるから、ああ速いんだってこう思うわけでね。で実際の車走ってる時って一直線だけこうやって見てると遠くのものがだんだん近づいてるのかな、どんなかなみたいな、あ動いてるなって感じはするけども、スピードがどれぐらい出てるかっていうのはやっぱりここの目のこの横側のパラ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 って、ね、ああこれ速いんだっていう、これで感じるんじゃないの、スピード感っていうのは。でそれがジュランツは実際の2分の1しかない、あのと 2.5 分の1しかないんだよ、半分以下だからね、おかしいんだよ。だから合わないから、だから本当に車下手くそそうなね、あの何も分かんない、子たちがねなんかやってるのを見てると、あやっぱここ見なきゃみたいな。だからそのチャリンコ乗ったことある子供だったら絶対に、あこの勢いで走ってたらあそこ曲がれるかな曲がれないかなっつって、だおじいのさ、ここのここねずっとケロイドだったんだけど今これぐらいになったけども、これは何でついてるかっていうと、新幹線のガードがあってその横にこういう坂があって、すげえ急な坂が、こうジェットコースターみたいにこういうすごい坂があって、下が川があって、でそこにガードの直角の車が、軽自動車が1台通れるか通れないか、トラックは通れない細いね、あのガード下桁があって、でそこを直角に曲がれるかっていうね、なんか小学校の時にバカだから、あのそこを直角に行けるかっていうね、
でチャレンジしたんだね。でチャレンジして当然曲がれるわけないから激突して転ぶよね。でできた傷なんだけど、であのこういうどれぐらい高いかな、すごい高いよ。あの新幹線のガードの桁ぐらいまでこう高く行ってからぐわーっこういう坂で、でその折り切ったところに直角でこうガードがあるから、本当だから普通の車が行き来できるんじゃなくて、もう軽自動車が1台スレスレっていうね、そういう狭いところだったんで、でも自転車だったら直角に行けるのかなみたいな、よく漫画見てるとクーンカーンってかってカーンってかってあるじゃん、あのシーンが。でああいうシーンとかさ、あのこち亀みたいなのとかあるじゃん、ガリガリってギャーってギャーってかってあるじゃん。であれが行くのかななんてね、疑問に思うよね。行けるわけないよねって思いながら、でも意外といけるんじゃねえのなんて言いながら、あバカだから試すんだよね。だそれあの無茶だなってね、まあ身をもってね、あやっぱり直角には曲がれないっていうね。でそういうのってあの実験をやらなくてもだいたいそのスピード感で曲がれる曲がれないって判断できない、自転車で。言ってる意味わかる？これ自転車に乗ったことがある子供だったらね、このスピードで曲がれるかな曲がれないかなってわかるでしょ？わからない？で、あの2段とか3段とか何段でもいいから、ギア式のねチャリンコってあるじゃん、うんと、あこの坂を登るのにあのギアが3速だとちょっと重たいから下げなきゃいけないなってわからない？前もってわかるでしょ？そういうのって自転車の世界でも曲がれる曲がれないって判断できるから、だからみんなあの自転車乗れるでしょ、普通に。初めて走る道だから曲がれなくてぶつかったり転んだりする人っている？初めての道チュートリアル見ないと自転車乗れない人いる？いないよね。みんな乗れるよね自転車。だそれと同じなんだよ。目から判断してるんだよ、目から。だからメーター見て、ああこんだけスピード出てるんだなって判断しながら乗ってる人っていないじゃん。だって自転車にメーターつけてないでしょ。おじいはつけてたけどメーターね、うん、80キロぐらいは出てよ、ぐわーっつってね、思いっきり声で。で結局はそこなんだよ。もう実際におじいが言ってることを他の人が、素人がシェ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 やってるのをね、妄想の中で見てて、ああほら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 、ね、俺のフェラーリどうもいたーってね、ファイト一発ってね、あの動画でも結局もうスピード感が全然違うから、だからおかしいんだよ。そもそも遠近法がおかしいんだよ。遠近法もおかしいし、スクロールがやっぱりねダメなんだよ本当。だから実際にはもうちょっとちゃんとしたテクスチャー、あのマップを、本当にマップを、だからゲームの中のマップってその理論的にどれぐらいのフレームで何秒間にどれぐらい進むことを思うと、だいたいこれぐらいでこれぐらいの距離だから、じゃあこれぐらいの枠の中でこのコースが収まるよねっていう形で作ってるから、だから実際のサーキットの事実のサーキットのね、何キロっていうあれでうーってアナログにリアルタイムでこう動いてるのと、やっぱりそのプログラム上実際それぐらいの広さがないあの面積のものに対してその逆算して縮小したものを、もう要は無理やりに表示させているから、ちょっとこう辻褄が合わないというか矛盾するっていうか、そういう風になっちゃうんだよね。だからそれに合わせるためにはスピードを出たことにしないとならないっていう、要はそのポリゴンとテクスチャーで作られたその世界を
何秒でここまでこうさせるのに何コマぐらいでっていうね、これぐらいで行かせるっていう ここのところにあのタイムが何秒かけてこれぐらいでっていうのを割ってっても結局このスクロール量がゲームの方はこの距離自体を何キロあの100メートルを10センチで計算してっていうのと同じだからだから圧倒的に少ないんだよね。だからそのプレイステーションの能力とメモリーに合わせて作ったものを無理やりなんかなこう縮尺してこう割り当ててなんちゃってでやってるからだからおかしくなってくるんだよ。だから ここのあのメーターはあくまでも画面上の時間とともに進行しているそのポリゴンの位置関係に合わせて、ここが動いてるんだけども実際のこの動いている計算と要はここからここまでの場所を移動してるんだよっていう計算といや実際に ここのものがこう移動してここに来てるんだよっていうこの計算だよね。要はねこの立体空間のこの作りがちゃんと要は上下左右 XY と Z かなこの軸がしっかりとできてないじゃないかなっていうね。おかしいんだ、あの無理やり割り当ててるからちょっとねおかしいんだよね。なんかねどう考えてもだからね、レースゲームでも普通にわーってあの昔のドス時代のワイヤーフレームでも線だけでもねこういう線があってゆっくりドゥーン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 ってやるとバーッつってなんでしょ。わかる？もうこの線がこう縞模様にこうなってるのが見れないじゃん。スクロールしちゃうとわかる？ドスの世界でもさあの頃の時代のやつでもあのワイヤーフレームのやつでバーってやると見えなくなっちゃうじゃん速度が速すぎて。でそういう作りでちゃんとガチコで作ってればいいんだけどジランスの場合なんでそれやんないのかなと思って不思議なんだよ。で他のレースゲームってそのこのフォルツァ7の場合ってこうエフェクトがバーってなる流れるエフェクトのオンオフっていうのが選べるんだけどでオフにした状態でもやっぱりダーって流れるのがあのこう伸びてビョーンってこうあのビョーンってこう伸びてビョーンってこうなってんだよ絵が。でそれは何でわかるのっていうとプロジェクター紹介するたびにその全てのプロジェクターで全部レースゲームで見せてるんで、でコマ送りするとこうやってきた背景がこっちの方がしっかり映ってビョーンしっかり映ってビョーンしっかり映ってビョーンってまああのこの撮影したあのコマで見るとねこっちの方が今60フレームで撮ってるのかな。なので、しっかり映ってビョーンしっかり映ってビョーンしっかり映ってビョーンで交互にこうなって伸びてるんだよ。これがあの一時ストップしてコマ送りで見るとね、それがあのプロジェクター同士の比較検証でどっちの方がレースゲームやるのにはあの支援してないかとかそういう検証の動画もあるんでそれを見てもらえば分かるんだけど、どっちにしてもいろんなレースゲームとかそういうのってこうビヨーンってなるんだよ。だあのエフェクトを使わなくてもビヨーンって伸び早いと人間の目が追いついていかないからあの伸びるんだよ。そう見えてしまうんだよ。だカメラもあの収まりきれないとこう伸びて見えちゃうっていうねそういうのが起きるよね。なのでやっぱりあのジュランツは遅いから危機感を感じないからだからブレーキが間に合わないっていうこれがだからもうそのまんまなんだよ。でそれがだからあの他のゲームみたいになればあの納得ができるんだよ。だおじいもさあのフォルツァみたいのをこう遊んでる時にねああ遅いとかねああこれはなとかねいけるかなと思って行った時にやっぱ無理だったとか
その納得できるんだよね。なんでこうなっちゃったああなっちゃったっていうのが納得できるじゃん。だ納得できるからすがすがしいんだよ本当ね。ああっつってリタイアしても楽しいし、ビリで乾燥しても前が見えなくて1台で乾燥しても楽しいんだよ、こういうフォルサっていうこういうゲームはね。ただスランスの場合はこんな動きしねえよっていうのに突然なんか反対側にバーンとこうなったりするし、突然ねおかしいことだらけなんだよ。だからスピード感がないプラス変な動きをするっていうね。もうここが一番大きいんじゃないの。であとそのゲームだから無茶をするっていうのはねあるんだよ。で実際に最初はゆっくりゆっくりやりながらね慣れてってっていうのがあるんだけど、本物実際に乗ってるつもりになってると、だからさほら子供たちってこのバンパー視点でやるでしょ、こう揺れが気持ち悪いからね。だバンパー視点だと今までのおじがやったのと同じような感じでね、何もぶれないから楽だし、ギリギリまで締められるしね、バンパー視点にそれから後ろから見るかね、まあ、どっちかでやってるのが無難かもしれないんだけど、まあ、そもそもどれでやってもスピード感がないから、このメーターを見なきゃっていうね、メーターを見てここ何キロぐらいまで落としてとか、そういうくだらないアドバイスがあったとしても、やっぱり目から飛び込んでくる情報が40キロだったら行けちゃうよねって思うんだよね本当。だからやっぱりね、その実車とジランツを同じような車の同じようなコースでね比較するものを見れば、ああやっぱりジランツこれじゃ無理がないよなっていうね、こんなのんびり走ったら危機感もないしオーバーでして突っ込んじゃうよねって当たり前だよねってね。で本物よりも食いつかないっていうか曲がらないっていうかね、そんな感じだしね、おかしいそもそも、ね、だからそこをまたリアルと言われてもね、シャンシャラおかしいし、基本的にはカメとかそういうのがでつまらなくしてるんだけども、でアドバイスとかそういうものがあったとしても見ちゃいない、実際にやる人は。で何をやってたのかわからないけど、点々点々が色が変わんないやつだったから、で色が変わんないやつでそんなアドバイスが出てきても意味がないから、別に普通にね走り方だったら青黄色赤だけ出しておけばあれが一番いいアドバイスじゃん。そうでしょ。だからいらないでわざわざ うざい変わらない顔ね、ただの絵だけ出てきてさ、文字読むめんどくさいのやったって同じワンパターンでしか出てこないんだから、くだらないだけじゃん、うん、で邪魔なんだよねそんなの見てもね。やっぱりね、この最初の構想と出来上がったものを見て、あれ俺が作りたかったのこれだったのかなって途中で疑問に思わないのかな。で本当にその周りのさ車にあんま興味がないような人とかにね、10人20人ぐらいにちょっとこれやって素直な感想を教えてとかってやらなかったのかなっていう、開発してる途中で。だから本当中の一つっていうのはオタクの一つが作ってるわけだから、であとは仕事で作ってるわけだから、本当に好きで作ってるわけじゃないからね本当。だからねこういったものができちゃうのかなっていう。であとはネームバリューと一部のねやっぱ信者がいるからね、信者の力はねどす黒い墨汁みたいなもんだからね、何でもいろんな意見がね出てきても真っ暗の墨汁でみんな粒ね真っ暗にしちゃうって見えなくしちゃうっていう、そういうのがあるからさ、だからいつまでたってもつまらないダメなシリーズ完成しないね、そうなっちゃうからね。
まあ残念なんだけど、まあ、今回も次のね投資をしたんでね、まあ、おじいの動画見てればね分かるよね。本当いろんなレーシーゲームたくさんのゲームあるけども、なんでジュラルチュってこんな他のゲームと比べてなんでこんなに2分の1、3分の1の速度なんだろうって思うんだけどね。であと音がうん、前よりはリアルになったって言うけど、前のほうがひどすぎるわけで、で本当にその音を褒める人がいるけど、本当に良くなったと思ってるの？そのひどいものと比べてまだマシになったレベルで、だからうんえっクリスプスうん全速いとかスプスでもうんリアルよりだったね、確実にうん別に近くなってきた。ああもうたまにもうリアルからあのゲームが分からなくなっちゃう、うん、どっちだっけって分からなくなっちゃう、うんうんすごいリアルだってね。本当やべえなそうなっちゃったなって思うけどね、現実の世界とゲームの世界と分からなくなっちゃうってことは、じゃあなんだっけ VR でお姉ちゃんがあのゲームをやらせたら、じゃあ実際にそこらにお姉ちゃんがいたら、もうゲームの世界が現実の世界が分からなくなっちゃって、いきなり泣きすぎちゃうのみたいな、ね、ああこれこれ現実の世界だったらゲームと間違えちゃった、おおどうしようどうしようどうしようって考えちゃうってことでしょ。俺のフェアリーがどう思うってね、俺のフェアリーいけるのかいけるのかって、いやこんなとこで行っちゃダメだ、やばなまだお前いけるぞってね、こんなこと言ってる場合じゃないよね、ほんとね、わけわかんなくなっちゃう、やばいでしょみたいな。あそういえばね、セカンドチャンネルでなりすまし、同じ名前じゃないんだけども、なりすまし、なんかよく言ってるようなね名前で、俺フェラーリ、うん、で実質持ってんぜとかね、なんか単語でしたみたいな、なんかね、金持ちの自慢だなと思って、ただネタパクって言ってるんで、ああなんかなりすましだなと思って、おじい騙そうとしてるなと思ったからピンって跳ねちゃったんだけど、本当そういうふざけたのもやってくるんだよ本当ね。なのでね、本当スーパーカー乗ったことあるのかって言うとね、ねえだろお前らってね、何を根拠にリアルって言ってんだよってね、でって俺のフェラーリがだって、すっごいやばいって言ったからリアルだって思って、それがお前本当リアルだよかって、それに納得してるのかみたいな、ね、自分で乗ってて、ああ本当だこれリアルだって、それに納得してるもんじゃねえのかってね。違うのかね、お前のリアルそれでいいのか、じゃあおじいがリアルじゃねえっつってんだからリアルじゃねえんだよっつってね。だ自分の考えってもなねえのか言ってね、そうなるでしょ結局、父ちゃん情けなくて涙出てくるカーンってねなっちゃうんだよ結局。まあそんなわけで、ほんとね最大の欠点はやっぱりこのスピード感が実際の 2.5 分の1だからおかしい。でその実際の音もしょぼいんだよ本当。ボイスはなんかね多少良くなってるのかもしれないけど、昔に比べたらねまぶしのモーターの使ってんのから、ドレミからね、多少はちょっと進化してるのかもしれないけど、音がね、やっぱりね、しょぼいっていうか、迫力がないんだよ、迫力が。だからね、重みがないんだよ、ペラペラなんだよ、ジュランツって。で、他のなんかパソコンのレースシムっていうか、まあ普通のシムね、ああいうのを見ててもそれなりのマシンだと、ほんとボーボーボーみたいなこう重みが出てくるんだよね、重さが。でその重さがこの質感でそれを操ってるっていうね、そういう感じになるよ。なんかミーンミーンじゃなくてね、シェミじゃねえんだから、ミー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 ブ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 ーってね、ミー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 
あのセミみたいなジランツ、ね、他のやつはやっぱねボー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 って感じで、このボーボーってこのボーってボーだからボーじゃなくてボーボーボーっていうか、だからねあの違うと思うよ、ピョンピョンってやってね、だからあのこの重みがあるんだよ、音だけでも吹かしてるだけでも、ジランツの場合だそれがないじゃん、なんか軽いんだよ本当に、あの紙で作った折り紙なんかシルシルって軽いものをなんか照射してるみたいなわけのわかんないやつでね、あのダートのタイヤがどうのこうのとかなんか盛り上がってるみたいだけどさ、アップデートしてから、だからちゃんとしたシミュレートができていたら、だからあのいろんなヒントコリンなことって出てこないわけで、ちゃんとしてないんだよ、だから一個一個のルーチンがおかしいんだよ結局ね。で山内さんご自慢の AI だってね、おじいの動画セカンドチャンネル見てればわかるでしょ、どんだけ後ろからこっついてくるんだよ、ボンボンボンっつって腹が立つぐらい、どんだけコツンってやっておじいだけくるくるんって やられちゃうの、おかしいだろう、言ってることとなんか売ってるもの違うじゃん、そこのところをあの実際の人間臭さってかあの本物に近づけたってなんかそんなようなの言ってなかった、縮小取ったんだけど、だから本当はそうなんだよね、もう最大の欠点はスピード感が合わない、ね、どんなにあの俺のピロリとこんな伝え物だったなんて言ったとしてもそのスピード感が伴ってない、ね、だから ここの両側のこの行くあのスピード感、スピードをどこで感じますかって、だからずっとなんだっけあのぐる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 ほらスポーツでお金稼ぎにここのルートあったじゃん、なんかルート行きしたらこうやってぐるぐるって、あの時にずっと遥か向こうのこの 点を見てても全然こっちに近づいてこないじゃん、でもさ、300キロ400キロビヨーンってねあれ出てるわけだしレッドブルでね、じゃあそのスピード感をどこで感じるって言って横からバーってそれじゃないの、実際の車もそうでしょ、違う、そうでしょ、だから一般道は細かいものがいっぱいあってブルブルブルっていくから、ね、60キロ80キロでも速く感じるけど、東名とかだとあのたまに50メートルとか100メートルごとにねポンポンポンってあるぐらいでブンブンブンっていくくらいだから、で100キロ出しててもゆっくり走ってるような感じじゃん、普通の一般道で60キロぐらいの感覚じゃん、なんとなくで、だからあの横にこう置いたんでも感覚が広いからブワンバンっていくけど、でもたまにあのねトンネルに入ってもあの普通の一般道だったらこれぐらいのペン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 って感覚がブワーって流れるけど、ああいうところだとペンペンペンだから感覚がもう一般道のね何倍も感覚が大きいから、だからそこを100キロで走ってると一般道のね50キロ60キロで走ってると同じぐらいでピョン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 ってこう行くような感覚だから、だから余計スピードが出てるって感じがしないんだよ、で第二東名とかこう広いと特にね何もないし、でそういうところでたまに一般のこのなんていうかなこの防音のあれがねないところで普通のものがこう海とかじゃなくてね建物とかがあるとバババババババって行くから、ああスピード出てるんだ、高速道路でもあ結構出てるんだってね、そういうのが出てくるわけで、だから高速道路の時もその流れてくものがなければそんなスピードが出てるって感じないから、だから実際何かあってなった時にガッてボーっとして走ってるとブレーキが効かないしてドーンってこう行くんだよ、そうでしょ、でも だってさっきとだからさってさっきとにしてもないしても本物と比べると、だっていろんな障害物が流れてバーっていくのに、ジランツの場合はだってはっきりくっきりと、あしかも少ない感じだから、そりゃやっぱりねあんなに蚊が止まるような速度だったら人間の目はごまかせないよ、当たり前なんだよ、だからこのメーターを見ないとみたいなね、
だからこのメーターなんか見ないとってもこれ、ね、何しこまで落としようってあれ消すことはできないけど、そんなのが出てこないとってもだいたいね、ポンポンポンってこうコーナーの手前からポンポンポンって目印があって、あこのマシンの場合はここら辺に来た瞬間にグーンってやってガタガタって7周ぐらいまで行ってボーンっていくのかなっていうね、こういう風にして感覚をつかんでいくものであって、でおお見て見て見て、あのオタクの人ってそうじゃん、オタクとかあの走るね、車がどうのこうのね走れていろんなものをやたらくっつけたがるじゃん、ブブブブブンってね、10連ぐらいブブブブブブンってくっつけて、うーってくれないみたいな、飛行機のコックピットでリヤーってこうね、こうやってあの車のお宅の人ってうークリ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 なんてみんな何連にこうしたがるけども、じゃあそれ全部見ながら走ってんのかよってね、車ね、こうやっていろいろ気にしてチラ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 見るにしても、それずっと見ながら走って前見ねえと運転できねえしね、しかも横後ろも見ないとレースなんてできないわけだしね。だ実際ずっとね、こんなメーターなんか見て走るわけにいかないんだよ。だからやっぱり慎重にうーって言いながら、ズランツの場合はゆっくりだから遅いから、だから実際喋りながらねうーって言いながらこうやってこの調整する余裕があるんだよ。実際の車乗ってるとそういう余裕がないからね、時の流れが速くて、ジランツの中みたいにのんびりどっちかなみたいな考えてるのってないから、本当ねえ、ありえないんだよね。だからやっぱり最大の欠点っていうのはもう明らかにおじいがもう確認できたね、スピード感のなさ、そしてその走りに伴っていないエンジン音の迫力のなさ、重みのなさ、ね、それが最大の欠点だね。で踏み込みながらそのブーブーってこの重みとこのガスをこう排気ガスをブーって送って、この地下に書いてる音から来るものがないんだよ。これが他のレースゲームにあるんだけど、ズランスないんだよね、全くないんだよね、ズランスね。だからなんかミーンってで、なんかね、設定がちゃんとなってない、なんかどうしたらいいか分かんないようなラジコンで、いろんな見た目とかそういうのとかイメージは実写でいくつかサンプル撮らせてもらったと思うけど、あとおじいが思うにラジコンから撮ってるような感じするんで、動きがなんか実写のシミュレートしてるっていうよりもどう見てもねラジコンなんだよ。ほんとおじいラジコンやってるからね分かるんだよ。ほんとこれラジコンだよなと思って、動きが。そうするとラジコンってね、こうやってやるとこうクイクイクイってこう、実写だとグイグイってグイグイなんだけど、ラジコンだとクイ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 ってこう行くんで、ズランツみたいにうんうんうんってこうなるんだよ本当になるんだよ、これが。だからこれ絶対ラジコンだよなと思って普段だからそんな経費かけられないだろうから、ある程度のものは実際のサーキットとかテストライバーにちょっとこう走ってきてみたいな感じでシャンプルは取るんだけども、そんなに多くないからみんなワンパターンになっちゃって、みんなそのデータを使い回しするから、仕切るようなパターン他にねえのかよとかね、おかしいな、大会なんでこの差なのみたいな。で車の流れ方が F0 になっちゃうんだよね、みんな共通の F0 になっちゃうんだよね。だからそっからのっていうのがないじゃんみたいな。でだから他のゲームなんかそれねえと、このクワーンっていってからのこのこう調整でクイックイチがニューンってこのねじれとニューンってこう食いついていく、あのねじれとともにグリップしていく、あのニューンってこうグリップしていく、分かるでしょ車乗ってる人は。あの感じがないじゃん、ズランツには。他のレースゲームとかフォルツァとかそういうのはそこを楽しみながら操作することができるけど、ズランツの場合はもうアニメーションが始まっちゃうんだよ。プイプイってなんかありえない方向にバンっていっちゃって終わりなんだよ。完全アニメーションに切り替えちゃうんだよ。
ね、あの走馬灯のアニメーションみたいに、ね、うん、イニシャル D みたいにもうカッカッカッみたいな、いつも同じシーンがねバンバンバンって出てくるのに切り替えちゃうんだよね本当。だからやっぱり所詮は子供騙しなんだなっておじいはそう思った、ね、でも誰がどう見たってね、俺の子見たらないってね、一応見られると、あ本当だ、ズランツこんなに遅いんだ、スピード感全くねえって、それで立証してくれてると動画が妄想の中にあるので、実際にはないと思うよ。実際に探しあったらびっくりなんだけど、おじいの夢の中で、夢の中の YouTube の中にあるんでね、まあ実際に皆さん見てもらうことはできないかもしれないんだけどね、まあ実際にそんな神様が見守るね、素人のチャレンジでもね、アドバイスなんかクソくらい何も役に立っていない、何でも何でもチャレンジしてクリアしてるんで意味ねえじゃんみたいなね、メモリーの無駄遣いだよそんな、あの写真とベロベロって出てくるやついらねえよそんなのって、あのやっぱ今日確信を得たね。はい、それだけでね、短い動画で終わりたいと思います。あ、もう10時か、ご飯考えないとね。はい、じゃあ短いけども終わります。またね、バイバイ。